集合写真撮ってもらう。いいです、あの皆さん、ちょっと待ってね、こう物を置くね、行かへんかったら怖いから。はい、押すだけで、あ、半押しで合わせて。じゃあこちら見てもらいました。はい、行きます。はい、ポーズ。もう一枚撮るね。はい、ポーズ。せっかく3台持ってきてんやからさ。このビッグワン何年モデル？これトラ何年モデル？これですか？これはもう今年です。最新型か。はい、すごいな。いやいや、最新型なんや。この SR 何年モデル？これはもう3年前ぐらいですか。35周年記念。3年前に新車やった。3年前に新車。ああ、この GB、あの CB は何年モデル？買ったのが2010年とかですか。2010年モデル。10年モデルやね。どう、マッハ、カタラにマッハまだかった？今のうちまだかっておいで。なかなかマッハまたがる機会ってないと思うから。川崎はこのマッハで世界戦略者やからね。ちょうど8年かけて腰下回ってフルレストはしたとこないの。ですぐ取材行きはった。外装から全部リペイントで綺麗になって、シールドも全部新品起こしやってね。Z1 もね、憧れのバイク言う人多いもんね。ゼファー乗ってる人で Z1 好きやから、ゼファー乗ってる人も多いしね。でもこれはね、リアはドラムのままにしてんねん。これディスクにしちゃうとゼファーと間違えられるから行くべ。まあ気付けて行っておいでよ。また帰り寄れたよって、はい、うん、またいつでも遊びにおいで。気楽な店なんで。ほんのみんな土日休みだけ基本やな。土日は晴れること願ってるわ。だいたいロングツーリングってどこまで行ったん？琵琶湖一周ですか、ね、ああ、面白いルート言ったらこっから伊勢まで行くんよ。伊勢から伊勢湾フェリーに乗って知多半島上陸して浜松まで行くね。浜松行ったらね、あの鈴木の博物館と山原博物館無料なんよ。で、航空自衛隊の博物館も無料やしね。板がなんか落ちました。多分こういう札やと思ってたら、なんか後ろに乗っちゃいました。それはね、もう前はね、鉄板引いてあったんやけどね、そこだけ鉄板取られて。しゃ、ごめん、 SR エンジン消してもらえる？CB
もらえる？なってる。トライアンフエンジン貸して。綺麗なマフラーやな、これノーマル？ノーマルです。またお会いしましょう。はい。